結局韓国はどちらにつくの？夕刊フジザクザク2020年5月30日、米中新冷戦で韓国狼狽、文政権の二股外交に迫られる文江、指揮者文としては中国寄りに行きたいがどうすんねやろね。この世の中はアメリカにつくか中国につくか、この選択肢しかないんですよ。共産党の連中はアメリカの言いなりはもうやめようとか書いたり抜かしたりしてるみたいやけど、言いなりとかではなくて日米同盟があって共に歩んでいくしかないねん。この世の中のシステムを作った大きな組織が資本主義対共産主義や社会主義、ブルジョアジーと言われる金持ち対プロレタリアートと言われる貧乏人を戦わせてみたり、あちらこちらで揉め事を作って喧嘩とかせなあかんように仕向けてはんねん。で、アメリカにつくのか中国につくのか、韓国の本音は中国なんやろけど、どうするんでしょうか。記事によりますと、アメリカと中国の対立が高まっている。ドナルド・トランプアメリカ大統領は中国の全国人民代表大会、全人代と訳される国会のことですね。で、香港の高度な自治を無視して国家安全法を直接導入する議案が採択されたことを受け、習近平国家主席率いる中国に制裁を科す可能性を示唆。中国発の新型コロナウイルスでアメリカに10万人以上の犠牲者が出たことにも、世界規模の大量殺人だと激怒している。日本やイギリスなど自由主義諸国が脱中国で足並みを揃えつつある中、米中間でコウモリ外交、二股外交と展開してきた韓国は狼狽気味だ。文在寅政権は28日、外交方針をめぐる会議を開いた。韓国はいつでもどっちつかずで、相手の状況に応じてすぐ手のひら返したり、平気でやってきたみたいやんな。で、韓国聯合ニュースは26日、次のようなタイトルの記事を報じました。熱する米中対立への対応模索。米中対立が激化する中、韓国政府としての対応を模索するため、28日に関係官庁による統合文化会議を開くことを伝えたものだ。朝鮮日報は会議の当日、米国、同盟国を呼んで、対中制裁に加わるよう圧力、中国も韓国政府に保安法への支持を要求との見出しで、韓国が米中双方から踏み絵を迫られていることを報じた、やって。注目の会議には、外相のオバハン・カン・ギョンファも出席して、アメリカの反中国経済ブロック構想や、中国の全人代で香港に国家安全法を導入することへの対応などが議論されたようだ。韓国は以前から安全保障ではアメリカの同盟国でありながら、経済では中国に依存するコウモリ外交、二股外交を続けてきた。さあどうするっていうことやんな。米軍の高高度防衛ミサイル、サードの韓国配備を受け入れながら、中国にはサードを追加配備しない。アメリカのミサイル防衛体制に参加しない。日米韓の三国同盟に発展させないという三つのノーを約束するという狡猾さだ。狡猾ってずる賢いこと。ダブルスタンダードって鬱陶しいだけやもんな。その韓国が香港問題や新型コロナウイルスの感染拡大で米中対立が激化する中、自国の対応を決められずにおろおろしている。背景には全世界で34万人以上の死者が出たことで、ヨーロッパ諸国を中心に脱中国の動きが出ており、従来の外交姿勢に不安があるようだ。ヨーロッパ諸国を中心に脱中国の動きが出ているって希望持てますね。トランプ政権は最近サプライチェーンの脱中国化ともいえる EPN 構想を表明した。日本や韓国などと供給網の再編を推進し、第5世代 5G 移動通信システムや医療機器まで幅広い分野で中国企業を排除する考えという、いいぞ。
日韓以外にオーストラリアやニュージーランド、インド、ベトナムと協議を開始したというやって、こうした動きに中国の王毅外相は24日の記者会見で、政治ウイルスがアメリカで拡大しており、あらゆる機会を利用して中国を中傷している、アメリカの一部政治家がウイルスの発症源を政治化し中国に汚名を着せているなどとも反発した。いや、中国がばらまいたからな。共産国の人たちって自分の非を認めない。なぜならば認めてしまうと後でどんな仕打ちが待っているか。とにかく人のせいにしてまでも言い逃れしてくるみたいやな。私はうわこいつめんどくさ、うっとしいと思ったら何も考えずに問題は白日のもとにさらしてみんなに見てもらうやり方してきたけどな。自分で戦わずして周りに追い込んでもらうってやり方選んでた。記事戻る。緊迫する米中対立を受けて韓国各紙の社説には、東亜日報23日付のやつでは、米中の全方向覇権戦争開戦、韓国の生存戦略を確立せよ。5月25日の中央日報では、危険レベルの米中対立、冷静な対応だけが韓国の解決策といった見出しが踊った。アメリカは同盟国なのにな、大変やな。韓国では安倍晋三首相が25日の記者会見で、アメリカウォールストリートジャーナルの記者に、今アメリカと中国がウイルスなどをめぐり激しく対立している、日本はどっち側につくのでしょうかと聞かれたことも日本以上に注目された。中国共産党につくなんてありえないからね。で、安倍首相は、アメリカは日本にとって唯一の同盟国である、基本的価値も共有している、日本はアメリカと協力しながら様々な国際的な課題に取り組んでいきたい、国際社会は中国が地域や世界の平和や安定繁栄に責任ある対応を取っていくことを期待しているなどと発言した。模範回答。朝鮮日報は翌26日、米国の肩を持った安倍首相、米中確執の中明確に見解表明と報じた。肩を持つとかではなくて、共産党につくなんてありえないっていうことなんじゃボケーって言いたいよね。米中新冷戦の到来が指摘される中、ムンジェイン政権は今後どういう選択をするのか。韓国事情に詳しいジャーナリストの室谷克美さんは、基本的にはコウモリ外交だろう、ムンジェイン大統領としては中国寄りに行きたいが、アメリカとは安全保障や技術、資本などでつながっており、理想に過ぎない。中国はサード配備以来、韓国を全面的に許していない。個々の企業や業界が中国に奪われつつある中、これ以上のめり込んでいいのか、という問題もある。統合文化会議は国民向けのアピールだろうと分析した。やって。で、少し違った見方もある言うて、大学教授の意見が載ってますが、そこは割愛しときましょう。韓国はムンジェイン大統領で、レッドチーム赤組なので、私は今とてもワクワクしています。一度でいいから見てみたい、韓国がレッドチーム入りするところを、その瞬間をって感じやねんけど、今世界的に中国共産党外しになっていってるようですね。やっと気づいたかって感じで、ほんまに共産党の恐ろしさを気づいてなかったっていうことなん？世界各国はせっかく工作員によってボロボロにされてて、ほとんどの王室壊されてて共和国制になってしもてるから、みんなバカバカっていうことやったんかな。中国共産党が大きくなる前はソ連という国がございましたよね。近日中にソ連が崩壊したようなことが起こるのでしょうか。それは全くわかんないんですけど、それに近づいていってるような気がしてならんねんけど、ソ連が崩壊したような感じに中国共産党も崩壊していくんやろうか。この世の中のシステムとして資本主義と共産主義や社会主義が戦わないといけないことになっとるから、何らかの方法で社会主義や共産主義は残すんやろとは思うねんけど、世の中を牛耳っている人たちのご計画は
私にはわからない。でも想像はつくって感じで見てるんですけどね。今のところはアメリカにつくか中国につくかしかなくて、資本主義対共産主義や社会主義が戦わないといけないことになっているのは変わらない。我々は日米同盟のもと、アメリカと共に自由に楽しく生きればいいんです。で、共産主義者はお口べっぴん笑顔の悪魔、必ず暴力がつきまといます。暴力革命言うて、敵のデカタロンとか言うて、気に入れへんことあったら暴力で解決しようとしてきますから、関わったらあかんねん。で、世の中せっか工作員いうのがいて、せっかとは思想を赤く染めること、暴力革命をさせようとしてくるんよ。なので、で、私たちが香港のこと、台湾のこと、チベットやウイグルのこと、なんとかしてあげようって思うのはおこがましい。で、いちいちそこに目を向けて意見することとか、時間がもったいないだけやから、いや、気の毒やな、陰ながら応援しとくわ、いう感じで、こっちもお口べっぴん、笑顔の悪魔になって、うちは関係あれへんし、自分らで頑張ってね、知らんし、ほな、言うて、その場を去った方がいいですよ。